取りましょうか。先週の見るための振り返りが、先週 C1 ね、で、今週 C2、で、先週は、2022年の3月14から20までですね、59,386ポイントが先週。で、現在、日曜日の夕方前の段階で、45,103ポイント。これは普段と比べて、ちょっと低いくらいかな。2、3000ポイント。3、2、3、4000ポイントくらい。低いくらいかな。平均と比べて。で、先週末59,386ポイントは、まあ平均かちょっといいくらいだったのかな。どうだろう。まあ行くときは6万とか行くし、6万4千とかこの前行ってたときもあるかな。だから週によって結構まちまちではありますが、まあこれくらいの感じでしょう。なんか平常運転の。平常運転言ってめちゃめちゃ頑張ってくれとる人がおってのそれだからね。そこはもう、毎週感じてる。このウィークリーミッションというシステムによって。今週やばいんよな。コメント人数が10、あ、じゃ20人いるんよ。20人いるところ11人だから、何がやばいって、今週はコメント人数がやばいのも日曜日だから今日の24時までに20人いかんといけんから、どうなるんかな。だいたい普段、日曜日のこのタイミングだったら、まあ、15、6人とか行ってるのが、ま、割と、平均的な感じ。そう。ま、週によってはもうクリアしてる時もあるし、11人ってここ最近なかったかもしんない。まあ、いいや、それちょっと後半で。先週のは、この辺かな。先週は、プチウメモモさん2536、ウメモモさん1906、ウィリホワさん1299、ユメミライさん1038、マリラさん627、スダチミさん308、イチフクさん299、コーチャさん99、で、ヌーピーさん9、で、モデレートさんが8、という感じでしたね。先週は特に変わったことはないかな。一福さんが継続して来てくれてるね、最近ね。そう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 。めちゃめちゃ嬉しいなと思いながら、日々を過ごしてます。結構、エペやってる時の時間帯くらいに来てくれること多いかな。そう。んで、これが、先週の日曜日のイベントが83位で終わってんのね。で、これが先週末、日付変わるくらいのタイミングでこの感じ。先週が C1 で、先々週が C2 でしたよと。先々週6万5千ポイントいっとるからな。で、これはもうめちゃめちゃ張り切って C1 に押し上げてくれるために頑張ってくれとる。あれね。6万5千とかすごい。で、この辺かな。じゃあまた戻って見ていくか。3月15日。すだちみさん黄色いだるまくれてます。ありがとう。床が消えてましたね。あ、これあれだね。原神やってて、なんかバグってたんだ。遺跡守衛的なあいつを倒しに行った時に、稲妻の。床がバグって消えてたという話ですね。で、18日に12時49分。で、気圧で眠い眠いです。眠い眠いです。今日はまた急に寒くなって、花冷えですかね。なんか、暖かくなったり寒くなったり繰り返してるよね。今日ちょっと暖かいんだけど。で、すだちみさんが、走るわ投げてくれてます。ありがとう。で、これが19日22時34分、一福さんが、ペコワン投げてくれてます。ありがとう。そして、ポイントチケット500ポイント投げてくれてます。ありがとう。500もでかいね。これもう、あれかな。
か外が騒がしいんだけど、工事でもやってんのか、うるせえなマジで外がうるせえんだけど、3月20日18時10分この時もコメント人数でちょっとヒーヒー言ってたね。18人まで行ってたってことだね。んで、そう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 。あ、で、これが、この日の前日に、ジュンさんっていう方が来てくれてて、放送終わった直後に、もうほんとタッチの差で、来てくれてたっていう話をしてるね、これね。で、3月20日18時半、ヌーピーさん来てくれてます。で、ギフト投げてくれてますね。ありがたいですね。ヌーピーさんはワグマさんのお友達ですね。そう、コメント人数がね、割とやばいから、何気にめちゃめちゃ助かってんだよね。ありがたいんじゃ。3月20日20時、大好き投げてくれてます。ありがとう。これは、あ、これまとめて、ちょっとね、これちょまとめてみよう。で、ぬいぐるみのクマ投げてくれてます。ありがとう。イルミネーション投げてくれてます。ありがとう。これなんて言うんだろうな。これ、隅っこ暮らしのやつやな。これありがとう。で、まとめて見てみると、プチウメモモさんが、この大好きなやつ投げてくれてます。で、プチウメモモさんがぬいぐるみのクマ、これ投げてくれてます。で、カップケーキもプチウメモモさんが投げてくれてます。で、プラネット、プチウメモモさんが投げてくれてます。で、夢未来さんがイルミネーション投げてくれてまして、で、梅桃さんが隅っこ暮らしのやつ投げてくれてます。で、梅桃さんが伏せワン投げてくれてますね。ありがとう。めちゃめちゃでかい。この辺が一気に。もう一回撮ってるわ。ニコワンも投げてくれてますね。梅桃さんが。ありがとう。めちゃめちゃ投げてくれてる。で、リリホワさんがお疲れ投げてくれてますね。ありがとう。メニューを持ってコーヒーを運んでる。ありがとう。あ、で、これで達成したと。ウィークリーミッションね。これで達成してます。いや、じゃけ、こんだけめっちゃ投げてくれる人がおるから、そして、ま、このコメントもね、コメントもそうだし、毎週ちゃんと投げてくれとる人がいて、初めてウィークリーミッション達成できますと。視聴時間、福引き回数、配信時間、この辺は楽勝。コメント人数とギフト数。コメント人数が20人とギフト数が、7500コイン分か。7500コインってすごいよ。ほんまに。これだからね。そう。めちゃめちゃありがたい。で、3月20日20時13分、紅茶さんがビーフシチュー投げてくれてますね。ありがとう。あ、で、そんな感じかな？そんな感じかな？これがじゃっけ、20日の20時。これ割と言うてもそうだね。20日の20時台には達成してる感じなのかな？スクショのタイミングがおかしくなければ。多分普通にスクショした時に自動的にこのファイル名は付けられると思うんで、スクショしたタイミングだから、でこの時はじゃギリギリというよりも早めに、まあ、20時で早めって早いんかわかんないけど、いつもと比べると早めに達成できてた週なのかもしれない。そう。そんな感じ。あ、だからまあ C1 はどっちにしてもキープできないから、ウィークリーだけ確実に取って、で、まあ、翌週以降も、まあ、堅実にやっていきましょう、みたいな空気感。そう。だから、この時の、あ、でも、これは、狙って終わるんか。これね。配信追い込みパーティー。これも、じゃけ、220位だっけ？ 220 位以内に入れれば、あれだから、
エクストラポイントが3000ポイント。そう。で、これも狙いながらよね。まあ、日曜日にギフトを集めてれば、大体まあ、いける感じではあるね、毎週ね。っていうくらいのハードルの高さではある。そう。そんな感じですね。それで、先週が18人くらいだったんだよ、多分ね。そのコメント人数が。で、今週が11だから、大丈夫かな。昨日も、いや、ちょっとやばいよなってなって、んで、福引きとかちょいちょい出しとったんよ。なんか、30×5 とか、10×10 とか、なんか、そんな感じで、知らない人来るかな、つって。やってみてたんだけど、全く意味なくって、そう。いや、ちょっとハードルになってきてるね。で、なんか、昨日配信中に、話してたんだけど、ミルダムが、ちょっとかそってきてんじゃないかなと。まあ、俺のところはまあまあ、平常運転よ。まあ、こんなもんよ。俺とかはまあ、こんなもんとして、他のところね、ハッピーとか取りに行ってくれてるメンバーとかが、やっぱりその、雰囲気とか、なんていうの、なんかどういう配信者がいて、で、どれくらいの同説があって、で、客層というか、その視聴者層はどんな感じなんかみたいな、まあ、ざっくり見てくれとるわけなんじゃけど、なんかやっぱりちょっと、まあ、ハッピーも飛びづらくなってて、んで、ちょっとかそってきてんじゃないかなと。ちょっと前は、なんか良かった。一瞬いいタイミングあったんよ。なんか、最近よく飛ぶよね、みたいな、ハッピーとかも。ハッピーって結構、なんて言うんだろう。やっぱ賑わってればそんだけ飛びやすくなるじゃん。やっぱ、熱烈に応援される配信者がいて、で、応援する視聴者がいて、で、その中で順位上げてあげたいな、みたいなとか、なんかその、初見さん呼び込みたいな、みたいなので、ハッピーを使ってみたりするわけなんだけど、そう。だからそれをまあずっと、見てる、まあ特に梅桃さんとかが、やっぱちょっとかそってきてますね、って予定。確かに。なんかやっぱ空気的にやっぱちょっと感じるよね。っていうのも、やっぱなんだかんだで初見さんとかがコメント入れてくれて、それ分も含め、なんだかんだで1週間で20人コメント行くみたいな、感じがあるよ、もうねんところだと。だから、その、かそってきちゃうと、その、なんていう、回遊してる、初見さん自体が少なくなっていっちゃって、キープしにくくなるわけだよね。まあ、常連つけろっていう話ではあるんだけど。まあ現在、いかんせんミルダムだけで、まあ、とりあえず最近はずっとやってるからさ、広がりがなくって。そう。だから、一福さんとかみたいに、ちょっと離れて、ね、なんか最近また手が空いてきたんで、来てます、みたいな。感じの方もありがたいけど、まあ、ほんと少数よね、そういう人って。大体なんか、一回離れるともう来ないみたいな、元気してんのかね、みたいな。人がまあ、もう大半、もう9割くらいそんな感じじゃない？そう、ずーっと来てた人とかでも、全く見ないよね、みたいな。最近。1年とか来てた人とかでも、もう一切見ないよね、みたいなこともあるんで、普通に。それがまあ、配信の世界では、当たり前。まあその、見る側も環境も変わるだろうし、思うところもあるだろうし、そう。まあそれは知らんけど、知らんけど、考えてもわかんないから、知らんから、ずっと来てくれる人も、今来てくれる人を大切にしていくっていうことだけをまあ考えるしかないかなと思った。うん、なんかこちら、なんていうか、お礼の不手際もあることもあるだろうし、その、単純に環境が変わっても来れんようになりましたもあるだろうし、考えてもしょうがない。基本的になんかその、もう我が道を行くみたいな感じで行っとるから、なんかそれで、なんか、あ、離れて行ってほしくないから、ちょっとなんかもてなさなきゃな、みたいな、
漢字もまたちょっと違うじゃん。違うのかな。違う。自分的にはやっぱりちょっと違和感があるんよ。その先になんか、それ突き詰めていくと、もてなさないと成立しないっていうことにはなっちゃうから、そしたら、まあまあ、ある程度なんかね、丁寧に関わろうとするその意識みたいなのは大事だと思うんだけど、なんかその、もてなさないと不満が出るみたいな環境って地獄なんで、それは嫌だなと。それだったらなんか、少数で、心から楽しめてる方がいいかなみたいな考え方だから、まあ基本去るものはそんなに追わないよね、うん、あ、来ないよね、一切見ないねっていうくらいで、そういや寂しいなっていうのはあるけど、まあしょうがないじゃん、そこはなんかネットの世界だし、うん、だからまあそこ寂しがるよりも今来てくれてる人にありがとうって思いながら接するのがいいかなと。うん、なんかだってさ、いなくなった人のことをさ、なんか最近あの人来ないけど、なんか元気しょるんかなってちょっとはいいと思うけど、そればっかり話しだしたらさ、じゃあ今来続けてる自分は何なのって思わない？俺だったらやっぱり思うんよ。で、そんななんかその来る見込みがない人のことをずっと、やっぱ心の中では持ってていい、俺自身がね、なんか、ああ、なんかちょっと寂しいなとかって思う、思ってたらいいと思うんだけど、まああまりにも出しすぎるのもね。うん。まあそもそもそいつらも見てないだろうしね。そのこと言おうてもね、結果ね。まあ見てる見てないでもないとは思うけど、うん。まあ気持ち的にやっぱりその、やっぱり同じ場所に来続けるって、その労力と時間だけでもやっぱり、ものすごいものだと思うから、簡単なことじゃないと思うよ。やっぱりそれぞれに用事もあるだろうし、やりたいこともあるだろうし、その中で、時間を作ってきてくれてるわけだから、そう。で、なんか、そう、みんな忙しいんよ。みんな忙しい、それでも来てくれてる人がいるっていう事実よね。そう、そこに感謝したいなと。思っておりますね。で、まあなんかちょっと仕事がある程度落ち着いたら YouTube の方もちょろっとやろうかなと思ってたんだけど、言ったかな、なんか契約なんていうかな、まあ外注として受けてた仕事で、もうちょっと継続してやらせてもらえるかなと思ってたところの仕事が先方の都合で終わって、でまあ、いつ終わるか分かんないタイミング、感じではあったよ、もともとが。そう、単発を連続して仕事くれてるみたいな状態だったから、まあ文句は言えないんだけど、そう。で、それが思ったより早く終わっちゃったんで、ちょっと再び不安定な状態になってるという状態ですね。で、割とやばくって、結構当てにしてって、んでそこの仕事を結構当てにしちゃってたんで、じゃけんまあちょっと今いろいろ動いては見てるけど、どうだろうね。ただまああれよね、なんていうか、合わないなと思うクライアントのところとは、いくら金がなくてもちょっとあんまできれば関わりたくないなっていうのはある。その契約切れたところはめちゃめちゃいいところではあったんで、むしろもうちょっとやらせてもらいたいなとこちらが思うくらいだったんだけど、なんかその、嫌なやつがおるところと関わりたくないっていうのあるよね。会社自体は嫌いじゃないけど、あいつが嫌いなんだよな、みたいな。そう、極力接点を持たなくしたりするんだけど、なんかいや普通に気分悪いしね。そう、でなんか新規で取っていこうとしてる。でまあ今一応動いてて、新しいところ、安定するといいなと思ってるけど、でその辺がなんかちょっと落ち着かないとなかなか
プラスアルファで YouTube のことができんなーと思ってる状況。なんかあと半月くらい、そのこの前切れた仕事をもうちょっとだけやれれば、なんていうかな、平常運転というかに戻せるかなーくらいの感じだったんだけどね。残念。そう、そんな状況なので、まあ最悪悪化していくと、ミルダムの方の配信もまあどうなるかわかんない。まあとりあえず生活を守るのが一番にはなっちゃうんで、そう、まあ最悪ガチでやばくなったらミルダムもできないみたいな状態になるかもしれないけど、まあよっぽどよね。そう、極力やりたいなとは思ってるけど、一応なんか視野に入れないといけないような状況になってきたんで、ちょっとあらかじめ伝えとこうかなと。まだ頑張るけどまだ頑張るけど、来月の半ばくらいまでに何にもなってなかったらちょっと本当に考えないといけない。やばいってなるから、いやもう今でも十分やばいんよ。麻痺してるからね俺が今でも十分やばいんだけど、麻痺しとるから、なんかそう、普通のレベルだったらもうちょっとやばい。ちょっと若干焦ってはおるところではある。じゃけまあなんか、その支払いが早いところ、生々しい話をすると。支払いが早いところと遅いところってあるじゃん。支払いが早いところを速攻で見つけてっていうことで考えてはおるんで、そう。なんか結構、あれもそうじゃん。会社とかの給料もそうじゃろ。会社とかの給料も働きました。1ヶ月じゃ働きました。で、なぜか翌々月とかになるじゃん。あれ。あの感じあるじゃん。翌々月はもう遅いんじゃ。翌々月は。遅いんよ。力入れねんのよ、それ。もう翌月、遅くても翌月かな。早いとかな。マジで早いから。いや、なんか、新しめの企業とか、企業なのか何なのかは、早いとこは早いんよ。分かっとる。やっぱ、ライターのその、なんていうの。その、俺みたいな層の、ライターのその需要を早ければ早いほどいい。特に今なんか、このコロナ禍だからさ、まあ、俺の場合コロナあんま関係ないけど、コロナ禍だから、やっぱ、早いのを求めとるよな。みんなな、早く支払ってくれと、報酬をくれと、話が早いのが一番いいから、ちょっとそういうところ探しておいて今な、見つけて安定したらまた言うわ。ちょっともうやっぱちょっとかかると思う今回は、なんかあんまりいいとこなくて、新しいとこ、探してはいますが、まあ今まで見つけてきとるけど、毎回不安になるよね、このタイミングね。まあ、どうにかする。まあ終わるか。終わる。で、今、多分配信前に設定できるかな。まあ今日中にこの、今この喋ってるこの動画は出てると思う。で、どうかな、ミルダム24時までにコメントが20に達しとるかどうかはちょっと、今週はちょっと怖いね。さすがにこの段階で11人って普段ないから、半分くらいしか達成できてないってことなんで、夕方から始めて9人行くかな？ちょっと怖いよね。まあ、やれるだけやってみよう。じゃあ終わります。ありがとう。